ボブケリー・アブレイユは、ベネズエラ・アラグア州マラカイ出身の元プロ野球選手、右ト左ヒ1974年3月11日、ベネズエラのアラグア州マラカイで生まれる。父ネルソンが熱狂的野球ファンだったため、アブレイユは3人の兄弟と共に野球のテレビ中継を観戦し、父から多くの人が見逃してしまうようなプレーの細かい点まで丁寧に解説を受けた、という。 アブレイユが16歳になった1990年、ベネズエラにヒューストンアストロズ直営のベースボールアカデミーが設立されたため、アブレイユは一期生としてアカデミー入りする。1990年8月21日にアブレイユはアストロズと契約。1996年9月1日にメジャーデビューを果たすが、その後にシーズン合計で74試合しか出場機会がなかった。 1997年のエクスパンションドラフトで、アストロズは同じベネズエラ人、リチャード・ヒダルゴをプロテクトリストに乗せるために、アブレイユをリストから外した。その結果、アブレイユはタンパベイ・デビル・レイズに指名されたが、数時間後にケビン・ストッカーとの交換で、フィラデルフィア・フィリーズへ移籍した。その後、アブレイユは短期間で、リーグの中でも有望な強打強権の若手、右翼手として対等し、 デビルレイズの短い歴史上最悪のトレードとなった。フィリーズ時代のアブレイユアストロズでは期待されながらも、思うような成績を残せなかったアブレイユだったが、フィリーズ移籍後に才能が変えか。短期間でリーグの中でも有望な強打強権の若手、右翼手として台頭した。初めてシーズンを通して出場した1998年には、チームトップの打率、312を記録。 続く1999年に打率335を記録したが、これはフィリーズの選手としては1967年にトニー・ゴンザレスが記録した339以来の高打率だった。シーズン終了後、球団と3年総額1425万ドルで契約延長した。球団が昨年提示したが合意に至らなかった4年。 総額850万ドルを上回る契約となった。2001年には全162試合に出場し、31本類が36盗塁で、球団史上初めて30本類が30盗塁を達成。2003年シーズン終了後に f a 権を取得するアブレイユに対し、フィリーズは2003年から球団史上最高額となる5年、総額6400万ドルで、 契約延長。2002年にはリーグ最多、球団史上70年ぶりの高水準となる5 2に、塁打を記録した。2004年、MLB 公式サイト上のネット投票により、32番目の男として、MLB オールスターゲームに初出場を果たす。シーズン通算では30本塁が、40盗塁で、自身2度目の30から30を達成し、初めて、 シルバースラッガー賞を受賞した。2005年オールスターゲームにファン投票で253万票を得て、外野手部門2位に入り、初めてファン投票による出場を果たす。試合前日に行われたホームランダービーでは、フィールドの形状が投手有利とされるコメリカパークを舞台にしながら1ラウンド24本、全ラウンド合計41本と2つの新記録を樹立して優勝した。 また、同年のシーズン終了後には、自身初のゴールドグラブ賞を受賞。しかしながら、強権ではあるものの打球処理が未熟、闘争心の不足、時たま明らかに集中力を欠いたプレーをするという、批判も地元などから多く出ており、受賞に疑問を呈す声も少なくなかった。これについて、地元フィラデルフィアの新聞記者は、ボビーのプレーはスムーズすぎて情熱が伝わりにくいため、 ファンから誤解を受けていたのだろうと説明している。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。2006年7月31日、トレード期限最終日にコリー・ライドルと共にトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍。この時ヤンキースが出した交換要因は遊撃手 CJ ・ヘンリー、サワン投手マット・スミス、ホシ・ヘッス・サンチェス。 右腕投手、カルロス・モナステリオスの4人であり、あまり戦力になりそうもないと評された。このためフィラデルフィアの地元紙はこのトレードを批判したが、この後フィリーズは、快進撃を遂げ、ワイルドカード争いを演じた。一方、移籍した、アブレイユもヤンキースの勝利に大きく貢献した。ヤンキースは、松井秀樹や、ゲイリー・シェフィールドの小勝利脱を乗り越え地区優勝を、果たし、 デトロイト・タイガースとのディビジョンシリーズで敗れたが、アブレイユは同シリーズで打率333チーム最多の4打点を記録。2007年もアブレイユはレギュラーとして158試合に出場。4月23日から29日にかけて自己アーストとなる19打数連続無安打を記録し、5月の月間打率は208など序盤は不調に陥った。 後半は持ち直したものの、序盤の成績が響き、本類だが2年連続で10本台に終わり、出塁率も6年ぶりに3割台に落ちた。しかし、自己最高の123得点を記録している。シーズン終了後、ヤンキースは1600万ドルのオプションを行使し、アブレイユンは2008年もヤンキースでプレーすることになった。しかし、またしても前半戦に打撃不振となり、 チームも下降。なんとか中盤、後半戦で持ち直し20本塁が、100打点を記録したがチームは浮上できず、地区優勝を14年ぶりに逃した。10月30日に、FA となった。2009年2月12日、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと1年総額500万ドルで、合意。機動力と長打力を組み合わせたエンゼルス野球に対し、アブレイユは、 積極的に次の類を狙っていく。こういう野球をやりたかったとしている。開幕前の3月に、第2回 WBC のベネズエラ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。ベスト4進出に貢献したが、準決勝の韓国戦では集中力を欠いた守備で、大量点を与えるきっかけを作ってしまった。シーズンでは、当初やブラディミール・ゲレーロ不在時は3番。 他は主に2番として出場し、エンゼルスの地区優勝に貢献した。シーズン終了後に2年1900万ドルで、エンゼルスと契約延長をした。2010年は、ピーター・ボージャスのトリプル A からの昇進があり、シーズン途中からセンターを守っていた、トリーハンターがライトを守り、アブレイユはレフトを守ることになった。シーズンでは154試合に出場したが、打率は自己最低の、 255に終わった。友成なチは、主砲のケンドリス・モラレスが5月に離脱して、以降、打順が2番から3番になり、長打狙いになったことが大きな原因だと分析している。一方で、オプスも自己最低に終わったことを理由に、衰えによる成績の低下を指摘する論調もある。2011年は、バーノン・ウェルズがエンゼルスに加入したため、 アブレイユは主に DH を務めることになった。直近2年の打席数が1100を超えたことで、2012年の900万ドルの契約オプションが自動更新され、翌年の残留が決まった。しかし、年齢的な衰えやマイク・トラウトの台頭でチームの構想から外れ、トレード候補となった。オフに A.J. バーネットとの1対1のトレードでヤンキース復帰が決まりかけたが、 バーネットが拒否権を行使したため不成立に終わった。その後もクリーブランド・インディアンスとの間でルーマーソンとのトレード交渉が進められたが不成立となった。2012年シーズンもエンゼルスで開幕を迎えたが出場機会が限られ成績も伸び悩んでいたところマイク・トラウトの昇格に伴い4月27日に解雇、放出された。 本人はまだ現役を続行する意向を表明した。ドジャースでのアブレイユ2012年5月4日、ロサンゼルスドジャースへの入団が決まった。8月1日に40人枠から外され、事実上の戦力外となった。獲得に乗り出す球団はなく、アブレイユがマイナー広格に同意したため、3A アルバカーキアイソトープスでプレーすることとなった。 9月2日に再び40人枠に入ってメジャーに復帰し、シーズン終了まで代打として起用された。オフの10月29日に FA となった。2014年1月21日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだが、3月27日に放出された。3月31日にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。 トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで開幕を迎え、4月21日にメッツとメジャー契約を結んだ。昇格後は67試合に出場したが、1本塁打14打点1盗塁、打率238と結果を残せず、8月5日にディフェとなった。8月10日にフリーエージェントとなったが、8月16日にメッツとマイナー契約し、 9月に再度昇格した。2014年9月26日、現役引退を表明し、自分の野球人生に満足していると話した。かつては、メジャーで最も過小評価されている選手と呼ばれていた。MLB 史上3人目の8年連続100死球、5年連続出塁率、400点に4年連続100打点、3年連続30盗塁といった記録を達成しており、 それに加えて2004年にシルバースラッガー賞を受賞している。アブレイユの最大の長所は選球眼で、1999年からフランク・トーマスのメジャー記録に並ぶ8年連続で100、死球を記録している。また、波外れた、長打力があるのにホームラン狙いのバッティングに陥らず、フライの打球よりもゴロになる打球の方が多い。出塁すると足で投手にプレッシャーをかけ、 チャンスメーカーとしての機能も高い。守備面では、守備範囲が広く強権で、全方向の打球に強い。しかし、後方に飛んだフライの目測を誤ることがよくある。2005年のゴールドグラブ受賞は、地元ファンからも疑問を抱かれた。MLB 通算、ウザーはマイナス85.9を記録。薬物疑惑とは無縁の人物という評価もある。 MLB 公式サイトが2020年1月23日、2021年の米国野球殿堂入りメンバー候補について、もっと注目されるべき5人を選出したが、それは全米野球記者協会の投票で前回から、得票率を9%以上アップさせた候補者の中で、薬物疑惑とは無縁の候補者に絞ったものであった。アブレイユは、 フィラデルフィアやデラウェア側流域において様々な地域活動に携わってきた。2001年にはアメリカ赤十字輸血キャンペーンの名誉チェアマンを務めた。また、2003年2004年シーズンにはアブレイユのアミーゴプログラムを通じて金曜ナイターの試合に1万ドル分のチケットを購入し、子供たちを招待。練習着やクーポン、試合前の練習風景見学などを見学する。 機会を子どもたちにプレゼントしていた。これらの活動が評価され、2004年にフィリーズ地域活動賞を受賞し、同年のロベルト・クレメンテ賞の式典にチーム代表として出席した。2008年には日本でサイン会などチャリティーイベントを行った。ありがとうございます。